9月24日1日の取引を見ました。日経平均株価は昨日に比べて1286円33銭下落し、14952円2銭で終えています。下落率にしますと 7.9% の急落でありました。トピックスの方も昨日に比べて 94.23 ポイント下落し 1204.48 と、こちらも 7% 強の急落でありました。新興市場も極めて大きく売り込まれまして、日経ジャスダック平均が 4% 安、マザーズ指数が 8.5% 安と、イギリスによる EU 離脱を問う国民投票で EU 離脱がほぼ確定的になったということを受けまして、東京市場急落、大暴落であります。逆に為替相場、急速な円高に振れました。為替のお話からしましょう。為替のチャートであります。こちらドル円の冷やしチャートでご覧いただいています。ドル円相場、今日はこの動きであります。朝方、昨日よりもやや円安方向に触れている時間があったんですが、イギリスで離脱派が優勢を占めると、そうした世論調開票結果が刻一刻と伝わってくるにつれて、このように急速な円高方向に触れて、ドル円が100円を割り込んで99円という場面がありました。2年半ぶりの急速な円高に触れたのがこのドル円の動きであります。ユーロ円ですとかポンド円も同様であります。ユーロ円の冷やしチャート、こちらも朝方円安方向に触れる場面あったんですが、急速な円高方向に触れてユーロ円は110円割れという時間帯がありました。一方、当のイギリスポンド円であります。ポンド円も同様の動きでありまして、ポンド円については今日一番円高なところでは135円を割り込むといった時間帯もありました。東京市場、イギリスによる EU 離脱が確定的になったということを受けて、急速な株安円高といったのが今日の動きであります。そして株式市場の方参りましょう。日経平均株価のチャートからご覧いただきたいと思います。日経平均株価、日足のチャートでご覧いただきます。こちらであります。今日は一番安いところで14,864円まで売り込まれまして、2月12日につけた年初来安値を今日更新しました。15,000円割れであります。日経平均の下落率にしますと 7% 強、 8% 近い下落になりました。ちなみに日経平均の下落幅、この1286円という今日の下げは歴代8位、下落率 7.9% は歴代9位ということになります。歴史に残る暴落相場というのが日経平均の動きであります。トピックスの方もご紹介しておきますと、トピックスも同様の歴史的な下げを演じました。トピックス、今日このような大陰線でありまして、こちらも年初来の安値更新、そしてこちらトピックスの下落幅94ポイントというのが歴代8位、そしてトピックスの下落率 7.2% は歴代10位ということであります。日経平均、トピックスとも歴史的な下げでありました。こうした中で、こちら東証一部ではわずか6銘柄しか値上がり銘柄数がありません。1900銘柄以上が上場していますが、1900のうち6銘柄だけが上昇、残りの銘柄は全部下げるといった、こちらも過去に例を見ない大幅です急落相場となりました。こうした中で同意づいた銘柄をご紹介しましょう。イギリスに工場などを持っている会社が売り込まれています。6501日立製作所であります。日立製作所はイギリスで高速鉄道のプロジェクト、いわゆる1兆円鉄道プロジェクトを担っている会社でありまして、こちらイギリスが EU から離脱すれば、そうしたプロジェクトの成否、これからの進展、それから通商上イギリスにも関税がかかるかもしれないと、さまざまな警戒感が取り沙汰されています。日立製作所、このように売り込まれまして、今日は市場全体よりも悪いパフォーマンス、 10% を超える下落となりまして、年初来の安値更新です。買われている銘柄、個別銘柄はほとんどありませんけども、こうした急速な円高株安局面で日経平均のボラティリティが急騰しています。このボラティリティに連動する投資証券 ETN は今日急騰しています。市場が急速な株安に触れたということで、日経平均のボラティリティが今日 40% つけるという動きになりましたけども、それに連動するこちらは ETN、 指数連動の上場投資証券であります。日経平均ボラティリティ連動の ETN は今日 16% 高して 36,000 となっています。
最後に来週の予定の中でイギリス関連のものをお伝えしておきますと、まずダボス会議、世界経済会議ダボス会議が、まあ、ダボスという名前ですが今回は天津で日曜日から火曜日まで開かれます。そして来週の火曜日と水曜日にはブリュッセルで EU の首脳会合が予定されています。もちろんこちらでブレグジットの話は出るかと思いますけども、まあ、来週以降注目のイベント、EU 首脳会議が来週火曜日水曜日に予定されています。以上、東証アローズよりお伝えしました。